皆さんおはようございます。2018年4月の3日13時42分です。よろしくお願いします。今日は天気いいね。最高だよね。おう、イエデンさん風船ありがとう。ワダツよろしく。エデンさん何あの LINE の顔写真あれ本人なの？おいビリーさんお疲れお疲れ。あれあのサムネめちゃめちゃかっこいいからこっちもあれにすればいいのに。乗車さんいらっしゃい。どうも。あーシムか。はい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 、ありがとうミノムさん、バーガーありがとう。マックシェイクうまいよね。風船ありがとう、ジョージャクちゃん。イエスさんはどつ。アイテムありがとう。あ、お腹下しちゃったの。今日は天気いいぞ、おい。最高だよね。あら、シムのボーカルか。あ、どうもどうも。デーデーさんいらっしゃい。あのバンドはかっこいいよね、シムはね。なんかさ、この前さ、コメント書いてくれたの誰だったかな。リスナーさんで美容師さんがいるって書いてたんだけど、髪の毛切りたいからお願いしたいんだよね。誰だったかな、忘れちゃったんだよな。髪の毛切ってもらいたいわ。はいはい、いってらっしゃい。お仕事頑張ってください。え、嘘、みんなお腹壊してんの？大丈夫？なんでそんなみんなお腹緩いの？今日は。なんだろうね。いらっしゃい。
最近よく来てくれるね。よく言われるかな。なんか寝るときにすごく向いてるって言って、俺の枠ラジオ代わりに聞いて、で寝落ちに使う人結構いるみたいよ。 アルファ波かなんか出てんのかな。まったりだけどね、基本的にはもうまったりだらだら楽しく過ごすっていうのが俺の配信のスタイルだけど、いいでしょ。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。みつこさんかな。よろしく。和道です。どっから来たの？ザッピングしてたの？はい、さつきさんいらっしゃい。これね、「ドラゴンクエスト」っていうさ、ゲームがあるんだけど、これはキラーマシンっていう名前なのね。ドラクエはわかるでしょ？ RPG ゲームですごく有名な。で、これはキラーマシンって言ってね、勇者を滅ぼすためだけに作られたマシンなんですよ。ロボットあんまり出てこないのね、ドラゴンクエストって。これキラーマシンって言って、勇者を倒すためのロボットですね。結構後半に出てくる強い敵で、ボスではなくて雑魚敵なんだけど、それでも後半のダンジョンに出てくる強いやつ、結構有名だよ、キラーマシン。かっこいいよね。はい、ワード2。ワードさんの NG ワード。あ、プロフィールに書いてあるよ。プロフィールに書いてある。おい、匠さん、お疲れ。高くない？ 800 円だった。中野坂上で。あ、中野坂上じゃない。中野ブロードウェイで800円だったね。かっこいいでしょ？忍者っぽいかな。 合ってるよ。
BGM はね、無料のフリー素材、商標利用可能っていうやつで、いろんなのね、何百曲も聴いて、その中で自分の雰囲気に合ってるやつを選んだんだよね。この BGM もいいよね。合ってる。おお、久しぶりじゃん。どうした？忙しかった？待ってたよ。あ、いいよ。電話かけておいで。LINE はね、ふわっちのプロフィールに。っていうか、プロフィールっていうか、今表示してるから。これクリックするといいよ。この LINE クリックしてごらん。友達申請できるから。先にメッセージちょうだい。ふわっちの誰々です。登録しといて。いいよ、おいで、かけておいで。あ、幼稚園か。おいっ子。ああ、春バテとか、春バテって言葉があるんだ。聞いたことないな。春バテ。春バテってなんだろう。春バテってあんの？言葉。夏バテは聞いたことあるけど。春バテはない。花粉症はひどいけどね。花粉が飛びすぎ。温度差が激しいとだるさや眠気がすごいらしい。毎日眠いし毎日だるいね。ずっとバテてるね。季節性うつとかあるもんね。ずっとだるいからわかんないわ。
手洗ってこようかな。のんさん元気だよ。あ、ごめん、俺ね、LINE 検索できないんですよ。ごめんなさい。僕、LINE 検索できなくて、僕のこの URL をクリックしたら、携帯電話で、LINE つながるんで、ごめんなさいね。僕は検索しないですね。ね、3ヶ月ぶりぐらいだよね。LINE を、この URL をポチッとクリックしたら、僕の LINE につながるので、携帯電話でクリックするだけですね。ID 検索なんでできないんだろう、俺の携帯。やっても多分できないんですよ。ID 検索出ちゃうな。これかな、これかな。
いや、俺もお腹痛くなってきたな。使い方が分かんないって怒られるんだ。でもどんどん便利に使いやすくなっていってるからね。昔のインターネットの方が使いづらかったよ。昔の方が使いづらかった。トイレ行ってくるわ。
ただいま。ありがとう、花火ありがとう、みのむしさん。ありがとう、どうした？ありがとうございます。あざーす、みのむしさん。いつもありがとう。うん、タイマー。ごめんごめん。お腹痛くて。トイレ行ってた。はい、けん玉ワードツーいらっしゃい。お印の花火って何？じゃあ寝てるね。いつも寝てる。もんじゃあせやせや寝てるよ。逆に寝てない時がないぐらい寝てる。のりこ爆睡中。
というわざつー、そうそう花火ありがとう。いらっしゃい、そうそう、おはよう。ありがとね。そうそう、ありがとう。おはよう。花火間違えた？何花火間違えたって。返せってこと？花火じゃなかったの？本当は。本当は風船だったの？何花火間違えたって。返品不可ですから。我が配信。我が配信は返品不可能ですから。間違えたんだ。いいよ、そういう間違いは大歓迎だよ。大歓迎。どんどんミスをしてくださいね。返品はしません。花火間違えたって新しいね。なんだよ間違えたって。田中のラジコン、ゆうこさんいらっしゃい。花火タイムとかないから、ずっと花火タイムだから。俺の放送は、俺の放送はずっと花火タイム。もしもし。あ、もしもし。あ、はじめまして、バドです。あ、すいません、匿名でお願いします。あ、匿名さんでよろしくお願いします。この放送録画残っちゃうんで、後で消せって言われても消せないんで、お悩み相談、個人情報だけお気をつけください、ご自身で。もしもし。あ、それは録画は残しても構わないです。はい。あと YouTube とかにも行っちゃうんで、はい。個人情報だけ気をつけてください。あ、はい。うん。どうされました？いや、何度か潜っては聞いてたんで、ちょっとバドさんに相談したくて今日来たんですけど。うん、あ、そうなんですか。はい。ありがとうございます。はい。まあ旦那さんもふわっちの配信してた人なんですよ。ほうほうほう。匿名さんの旦那さんがふわっちの配信者だったと。はい、北海道から来た方なんですけど。北海道から来た方、はあ、ははあ、へえ、はいはいはい。今ちょっとあるべきとこっていうか、はい、警察におりまして、ちょっとはい、いろいろありまして、ちょっとはい、この前ちょっと上の息子と面会は行ってきたんですけど。旦那さんが警察署にいるってこと？はい。ほうほうほう。交流中ってこと？逮捕？はい。はいはい、この前、3月の24日からも交流されまして。3月の24日。もう10日になるんですけど。はあ、はあははあ、はいはいはい。3月の24。はい。土曜日ですね。で、ちょっといろいろありまして、お金がないのに、そこまでちょっとタクシー乗せちゃったらしいんですよ、お金がないのに。タクシー乗せちゃったってどういうことですか？タクシーで乗って本人が行っちゃったんですよ、そっちの今井戸警察署の方に。はい。で、警察の方から夕方遅くにちょっと電話ありまして、はい、交流わけで旦那さんが来たのでっていうことでいろいろ事情聞かれまして。はい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 。で、私はまあ
その件でちょっと落ち込みまして、まあ、前からちょっといろいろと旦那さんのことで相談乗ってた方がいるので、はい、その相談員の方にも電話したんですよ。うん、で、私たちだけでちょっと面会するのも不安なので、面会する日に直接ちょっと一緒に来てほしいってこともお願いして面会してきたんですよ。はい。誰と誰と誰が行ってきたんですか？息子さんと、匿名さん、私と、うん、あと、はい、相談員の方2人と行ってきました。はいはいはい。じゃあ合計4人で行ったってことなんですね。はい。で、はい、息子は会いませんでしたけど、相談員2人と私と旦那さんとは面会はしましたけど。はい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 。で、なんか旦那さんの話からしますと、はい、やっぱ私のこともありますし、はい、やっぱ結婚して、まあ、こっちっていうか東北の方に来たのもあるので慣れないせいか私たちの家族のことまで心配してるみたいで、旦那さんがなんか迷惑もいろいろかけたことで悩んでるんですよ。自分で結構悩んで落ち込んでるみたいなんですよね。うん、はいはい、で結局そのいろいろ一度じゃないんですよ。ちょっと警察でご厄介になったの一度じゃないんで今回で3回目なんですよね。はい、もう、ご結婚されて長いんですか？今年の1月に結婚しました。あ、じゃあ最近なんですね、結婚されてから。はい。その1月に結婚したからもう3回逮捕されてるってことですか？3回っていうか3回ほど、あとの2回はちょっとなんていうのかな、警察にご厄介になったっていうか、はい、ちょっと補導されたっていうか、なんか勝手に旦那さんがそのまたタクシーで勝手に乗って、はい、まあ、その時はお金は払ったらしいんですけど、はい、帰ってこれない状態になったんですよね、帰りに。はいはいはい。で結局帰りにその警察の方から電話、私の方の携帯の方に電話くださって迎えに来てほしいって言うんで、はい、まあ、急なことで私一人でどうこうも車の免許持ってるわけじゃないので、はい、息子帰ってきてから行くってことで夜遅くにちょっと迎えには行ったんですよ。なるほど、はい、でいろいろ事情を聞いたんで迎えには行ったんですけど、帰ってきてから本人からこのやった行為っていうか聞いたんですけど、夫婦喧嘩に何回もなってるので、はい、話聞かなかったんですよね、私の方から。あー、なるほどなるほど。実言うと私ちょっと結婚して、はい、まあ、3ヶ月はなるんですけど、はい、まあ、旦那さんからそのなんていうのかな、夫婦喧嘩がちょっと絶えないっていうのもあるし、はい、旦那さんお酒飲むとちょっとね、はい、物に八つ当たりしたり私にちょっと乱暴をちょっとしたので一回私の家族からも止められてるんですけど。あ、要は DV の癖があるってことなんですね。なんか、はい、で私ちょっとその点も悩んでますし、うん、何で私のことで悩んでるか理由も聞きたいんですけど無理に聞けないんですよ。無理に聞くとまたこう手出されたりするのが怖いので。怖いですよね、絶対叶わないですもんね。はい、無理に聞かないでずっと普通の生活してきたんですけど。ほうほうほう。はあ、なるほど。じゃあ悩んでるところはその暴力振られるっていうところに悩んでるってことですか？まあ、いや、それもありますし、なんで私、うん、なんか面会に行った時はなんか私のことで悩みもあるし、家族の人にいろいろ迷惑かけたことで、うん、悩みがあるってことなんです。で詳しい内容は後で刑事さんから聞いた話で、なんか家族で相談せば解決すぐことですってことは大体言われたんですよ。ですね、ちょっとわからないのが、旦那さん今警察署にもう10日間ぐらい拘留されてるわけじゃないですか。はい。ってことは逮捕されてるんですよ。ってことは、はい、刑事事件の疑いがあるんですけど、そう、家庭内での喧嘩と刑事事件に発展してるっていうのはどういうことなんですか、これ。その辺がよくわからないんですけど。いや、今回捕まった件はやっぱ、なんていうのかな、はい、本人、その日の当日とか、うん、22日の前の日に、うん、本人ちょっと具合悪くて、救急車で行ったんですよ。私も付き添ったんですけど、救急車、具合悪いんで、はい、救急車で病院に行ったんですよ。はいはい、で、病院に行っ
て、まあ、治療してなんだかんだって終わったのが夕方4時ごろなんですよ。はい。で、病院で電話、本人が電話、携帯の電話鳴ったんで、外に電話かけてくるって言ったっきり、帰ってこなかったんですよ、病院には。そっから探しても本人見つからなかったので。はい。で、私、まあ、しょうがないんで、あの、近所の方から乗せていただいて、はい、家までちょっと送っていただいたんですけど。ちょっと待って。じゃあ、ちょっと待って、ストップ、ストップ。あの、話が全然僕ら理解できてないんで、旦那さんが具合悪くて救急車行ったじゃないですか。病院で治療を受けたじゃないですか。ご夫婦で。はい。で、奥様が、病院に残って旦那さんはフラッと携帯電話持ったままどっか行っちゃったってことですか？はい。で、奥様は近所の人に車に乗せて行ってもらって帰ってきたと。ここまで合ってます？はい。はい。で旦那さんは？で、お母さんと相談してる間に警察から電話ありまして。はい。何の相談をしてたんですか、お母様と。あの、今日旦那さんの治療した件と亡くなったことを報告してたんですけど。ああ、なるほどなるほど。そしたら旦那さん、警察から連絡が来たと。はい、はい、で、私自分の部屋でその警察の人とやり取りしたらば、はい、あの、まあ、ある東北の方の警察の方に、はい、今身柄っていうか旦那さん来てるんですけどって言われて、あの、はい、まあ、なんかお金がないのにここまでタクシーで来たらしいんですけどってことで、はあ、お金の支払いできますかって言われたんですけど、私ちょっと体壊して、はい、今ちょっとお金手元にあまりありませんって言ったんですよ。はい。で、ちょっと支払いするには来月まで待ってほしいってことは警察の方には喋ったんですよ。支払いの方は私が責任持って払いますってことを言ったので。はい。じゃあお金払わなかったから逮捕されたってことですか？そうですね。じゃああれですね、無賃乗車ってやつですね。そうです。ああ、なるほど。旦那さんは何なんですかね。なんでそんなことしたの？なんで警察署に行ったんですかね、タクシーに乗って。それがわからないんです。理由は私も今までこの3ヶ月間、まあ、悩みがあるし、いろいろ愚痴が喋るから、いろいろお互い嫌なことは全部喋ってきたんですけど、はい、ちょこっとしたことですぐ喧嘩してくるので、喧嘩しないようにはしてきたんですけど。なるほど。ちょっと子供たちもいるので、子供にはいろいろ、まあ、今でも、お父さんいつ帰ってくるのとかしつこく聞かれるんですけど。再婚ってことですか？子供がいるっていうことは、1月に。あ、私の方に子供は今3人います。ってことは、匿名さんは再婚されてるってことですか？はい。なるほど、なるほど。で、お互い再婚同士ですね。はい、バスがありますので。再婚同士。で、旦那さんの方にはお子さんはいらっしゃらないんですね。あ、おります。じゃあ一緒に育ててるんですか、匿名さんが。いや、育ててません。なるほど。私の子供と一緒に、はい、暮らしてます。私の方っていうか、旦那さんは私の方に向こうに入ったので。ってことは、旦那さんと匿名さんと匿名さんのもともとお子さんがいた3人家族ってことですか？いえ、今私の母もいますんで、まあ6人になりますね、旦那さんも合わせると。旦那さんいると6人。子供が何名かいらっしゃるってことですか？3人います。あ、なるほどなるほど、分かってきました。子供には暴力は振るってないんですか？大丈夫ですか？振るってないですね。一回夫婦喧嘩になりかけて止められたことはありますけども。なるほどなるほど。じゃあ奥様だけ、あの、家庭内暴力されてるんですね。2度入ります。2回目の時は、あの、私の母親から助けてもらったんですけども。なるほどなるほど。匿名さんは暴力振るったりはしないんですか？カッとなったら、その旦那さんに。私殴ったりはしません。ただやられっぱなしで怖いので抵抗はしましたけど、ほう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 、あまりにもちょっと、はい、自分の部屋でこういうことされるのが怖いので、お母さんには助け求めましたけど。なるほどなるほど。あ、大変な状態ですね。でも、その僕がちょっと気になるのが、多分お話伺ってる限りだと、旦那さんってちょっとお酒をこう
結構飲まれるんじゃないかっていうのがちょっと思うんですけど、だからお酒とか好あ、きなん一です度、か？はい、お酒やめてくださいって言ったら、本人、無理って言われましたんで。で、お酒は結構飲むんですか？その旦那さんは。そうですね、強い方ですね、結構飲みますね。で、もうお酒を飲むと記憶がなくなるタイプなんですか？いや、なくなるっていうか、自分がしたことっていうか、暴力したことも分かんないみたいなんです。次の日になると、あなたがこういうことしたんだよ、あなたの私物もこういうふうにあなたが自分で壊したんだよって説明したんですけど、自分がしたことを覚えてないみたいなんですよね。もうアル中ですね、じゃあ旦那さん。多分。で、なんか北海道いたこともほとんどお酒飲んでることが多いので、やっぱお酒にはあれなのかなって、まあ、総代の方から一応今、お酒買わないように心がけてくださいとは言われてますけども。お酒ですね、原因は。旦那さん、自覚がそうなですや。ね、お酒入るとその言動が来るので怖いんですよ。怖いですよね。普段は別に平気なんですよね。普段はいつも、はい、子供と仲良くしてますし、遊んでもくれますし、相談も乗ってくれますんで、いい父親はしてもらってますけど、なるほたど。だ、買い物行くときはとにかく一緒についてきますんで、結局、お酒のコーナー行くと、結局、1本か2本買わせられるんですよね。もうやめさせた方がいいですね、それは、お酒を。はい、うちの、おば、あの母からも言われました、お酒も買ってくるなって言われましたんで。ほう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 。なるほど。買いたくはないんですけど、また自分で勝手にこう、買ってくるんじゃないかなっていうのがあって、旦那さんちょっとね、自分で買ってきては、ちょっとね、どっか隠すんですよ、私の部屋をどっかに隠してお酒をまた私がね、夜寝た頃になんか飲んでるみたいで、このほうほうほう。前お掃除した時に出てきたんですよね。もうそれ、あれですか、ご結婚される前から知ってたんですか、酒癖悪いのは。いや、私が結婚してから、それ本人から聞きました。北海道いた時もずっとやっぱ仕事関係上、なんかほとんど食事取らないでお酒飲むことが結構多いのを聞いてましたんで。じゃ知らなかったんですか、お付き合いしてる時は。いや、それは知りませんでした。もうお付き合いした期間はどれくらいだったんですか、ちなみに。それは短かったですね。ああ、短3い、か3ヶ月ぐ月らいじゃか分からんなでいですす。よね。はい、ふわっちの配信で、私ももともと旦那さんの方のリスナーとして入ってますから。なるほど。じゃあ、配信を見て、3ヶ月お付き合いして、で、そっから急に結婚したっていう流れなんですね、今年の1月に。いろいろ、はい、子なるほ供ど。の悩みとか、とにかく私の今、病気してることも全部、薬見ると分かるので、なんか病院関係の仕事はしてたんですけど、いろいろ今、毎日してた会社がなんか潰れちゃったみたいで、で、いろいろ、はい、その事情もあって、岩手っていうか、東北の方に来てくれるってことになりましたんで、ほう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 。こっなちるで、ほはい、ど。休校、だから来てもらったのが12月のクリスマスの前に来てもらったんですよ。なるほど。大変ですよね。暴力振るわれたり、トラブル多いと悩んじゃいますよね。はい、で、つい最近、警察にも電話したんですよって、10日経ったので、もう少しかかりますかって聞いたらば、もうちょっとあとなんか捜査の方があるので、もう少しお待ちくださいしか喋れなかったんですよね。OK です。ですね、警察官がそういう対応をしてるってことは、20日間の勾留があるんですよ。厳密に言うと、22日間警察の権限で勾留って言って、調べることができるんですね。はい。で、その後の手続きは裁判になります。じゃああれですか、昨日で10日経つので、また今日からとなると、また10日ぐらいまた留置されるってことでしょうか。まず4、48時間、2日間、まず警察官は逮捕する権限があるんですね。48時間、2日あ、は間い。です。で、この後、旦那さんは裁判所に連れてかれるんです。で、あ、裁判官、要は検事さんっていう人が、この人を調べるからって言って、検事さんが今度は、20日間プラスで拘留するっていうことができるんですよ、警察署に。要は、牢屋の中に入れることができるんです。で、もう10日経ってるっていうことは、
10日交流っていうのになってるんです。で、12日間じゃないですか、10日間と2日間プラスで12日間入れるのが普通なんですよ。だけど、凶悪事件とか証拠が揃わない時って、さらに20日間プラスで拘留っていうのができるんですね。だから、最悪22日間、旦那さんは警察署の中にいることになると思います。そうですか。それは一応私の携帯の番号と息子の携帯の番号は一時的には教えてあります。何かあったら連絡くださいってこと言われてるので、はい。それは教えてるんですけど、はい。どうしても子供たちが毎日お父さんいつ帰ってくるんだってしつこく聞いてくるので、はい。説明もしきれないんですよね。お子さんは何歳ぐらいなんですか？差し支えなければ、小さいお子さんなんですか？なってます。はい。2人とも、最後のっていうか、一番下の子も、高校生に今年なります。なるほど、なるほど。で、もう逮捕されてたるだ、こと問題はちょっと知的障害の子供なので、ちょっと理解ができるかどうかが、ちょっと、は。ああ、なるほど。まあ、お父さんはしばらく帰ってこれないよっていうのは正直に伝えればいいと思いますよ、お子さんには。警察にいることは伝えてます。ただ、事情はちょっとはっきり言えないので、それは伝えてますけど。まあ、わからないってことですよね。お子さんには正直にいつ帰ってくるかわかんないけど、もう少し待っててねって言ってあげるのがいいと思いますよ。溜め込まないで。で、ただ、弁護さんもなんかついたみたいので、弁護さんからも電話いただいてますし、はい。罪名は何て言われてますか？罪名は何て言われてるんですか？弁護士さんからは。罪名ですか？なんて、ちょっと待ちください。確か手はい。紙はいただいてたんですけはど。い。多分、罪名は、無賃乗車なんですよ。多分。その警察に。だから何になるのかな？無賃乗車って何になるんだろう、罪名。多分、裁判やっても、労役だよね、これ。初犯でしょ？多分。罰金刑だろうね、多分。もしもし、すいません。はいはい。これ詐欺罪って読むんですか？詐欺罪？え、なんで詐欺になるんだ？え、詐欺で。詐欺罪ってなるのでしょう。詐欺罪ってタ書クい。シーの料金分かったんですけども、タクシー代が一番ちょっとなんですよね。はいはいはい。詐欺罪って読むのかな？え、詐欺罪って書いてあるんですか？ちょっと待って。え、詐欺になるか？無賃乗車詐欺か？え、ちょっと待って、調べよう。え、詐欺罪って重くねえか？無賃乗車。罪名。お金があるように装った？いや、あ、詐欺罪になるかもしんない。書いてある。不正飲食、無賃乗車、刑法上罪。あ、詐欺罪だわ。詐欺罪だ。知らなかった。詐欺罪なんだって。書いてある。詐欺罪だわ。初めて知った。無銭飲食も詐欺未遂、詐欺なんだって。ああ。すいません、申し訳ないです。はい。詐欺罪で合ってるっぽいっすね。無賃乗車。詐欺罪で被告事実をということで、詐欺罪になってますね。刑法246条1項2項って書いてありますよね、多分。何も書いてない。
何もそん書いなて。のは書いてない。あとなんか国選弁護人を、なんか就任されたってことで、その弁護士さんの名前が書いてるんですよね。なるほど、なるほど。はい。詐欺罪みたいですね。ごめんなさい、僕がちょっと知識がなくて、今調べたら詐欺で合ってるみたいです。で、詐欺罪の場合はあれですか？やっぱもう少し時間っていうか日にちはかかるんでしょうか？ですね、まず裁判、警察官が20日間、22日間ですね、さっき言ったように、警察署にいるのははい。もう絶対です、多分。で、その時に、裁判を起こすかどうかの判断をするんですよ、裁判所が今度は。で、あ、はい。裁判所が、裁判をするって決めたら、さらに数ヶ月いることになる、なります。裁判が行われるまで。ただ、はい。普通は裁判が決まったら家に帰ってもいいですよっていう、そう、身元保証人がいれば家に帰ってもいいですよっていうのが普通です。あ、はい。はい。だからもうしばらくかかりますよ。1ヶ月ぐらいいないですよ。帰ってこないです、旦那さんは。あ、そうですか。はい。一応、警察っていうか、前、刑事さんには、はい。10日で勾留は2回目も10日になると、一応、いずれは4月の12日までうん。勾留になるかもしれませんとは言われたんですけど、やっぱそれ以上はなるんでしょうか？しが、じゃあ裁判所の人がそう言ってるのであれば、22日までやった後に、多分、身元保証人と、お金を預けることができたら、家に帰っていいですよっていう判断をされるっていうふうな判断をしたんだと思います。っていうか、その辺は多分弁護士さんに連絡したら教えてくれますよ。いや、で、それをお伝えしたんですけど、はっきり一言弁護士さんも言ってくれないんですよ。まあ、国選弁護士になりましたんで、よろしくお願いします。じゃあ、旦那さんのことで、いろいろと、はい、ご相談はしておきますけど、ということで、ご相談内容は一応、弁護士さんにお伝えはしましたけども。まあ、弁護士さんが言ってる通りですよ。要は、今月の10、まあ、12日前後まで、多分、旦那さんはいるのは間違いなくいるんですよ。警察署に。要は、逮捕されてる状態。で、多分、裁判になると思うんですね。弁護士さんに聞くのが一番いいんですけど。で、それが決まったらもうしばらくいて、まあ、あれじゃないですか。月の半ばに出てこれたらいいなって感じじゃないかな。うん。あ、そうですか。って、私、ちょっとわからない点は、旦那さんの支払いが結構来てるんですよね。で、私、ちょっと払いきれないので、本人には伝えたんですよ。面会した時には。ちょっと払いきれないんで、払える分だけは一応払っておきますっていうのは伝えてあるんですけど、旦那さんの支払いって何の件ですか？ちょっとわからないんです。見てはいけないものなので、本人のものですんで、見てはないんですけど、多分いろいろ、はい。何だかわからないも何の支のを払いか。奥さクんレが。ジットが多分、はい、の支払いだと思うんですよ。ほう。何だかわからないものを支払うのは良くないと思いますよ。いや、私たちがこっちで東北で来た時の支払いは私はしますけど、それは私支払いほどはできるので支払いしますけど、はい。後の分の方は旦那さんの方から来てるのでわからないんですよ。それを支払ってるってことですか？住所変更はしてるので、こっちの名前っていうか、岩手県、あと、はい、東北の方の住所でなってきてるので、はい。わからないんですよ。ただ、振り込み用紙みたいなの入ってるので、多分なんかの支払いだと思うんですけど。なんだかわからないものを支払ったらダメだと思いますよ。騙されちゃいますよ。あ、はい、わかりました。じゃあ、それは、はい、下手にだ手出さないようにしておきます。それは旦那さんが作った借金なのか何なのかわからないですけど、あんまり変なのを振り込みまくってると、オレオレ詐欺とかにも引っかかっちゃいますよ。あ、はい、わかりました。
まあ、そういうことですね。じゃあ、一応、おあれですか。今月の一応、20日まで一応、様子見なきゃならないってことですか。お。まあそうですね、旦那さんは帰ってこないですね。20日ぐらいまでは多分。かせていいの。すみません。あといろいろ警察の方からっていうのはあれですか？いろいろまたなんか交流とかなんかっていうのは通達っていうか手紙みたいのは送られてくるんでしょうか？いや、多分ご実家に送られるのではなくて、本人に渡されますね。ご本人に。その、裁あ、そう判。なんですか。はい。で、普通の場合だと、相手方にお金返したら示談が成立するはずなんですよ。だから、奥さんがお金払えませんって言ったから、裁判になってるんですよ。いや、私、もうお金支払いするのはもうし、はい、今月の13日に支払いは行くって、もう相手の方の、タクシー会社の方には、支払いしますってことも伝えてありますけども。わかったわかった。だから12日まで拘留されるってことだ。そういうことだ。要は、払うのが早ければ早く出れます。旦那さんは。なんで12日に出るかっていうのをだんだん分かってきました。お金払うまで、要はしょっぴかれてろっていう判断です。ああ、そうですか。そういう意味になるんです多か。じ分。ゃあ、お金払わないとは、その書類のあれってならないってことなんですか。いや、私たち迎えに行くことは、何か連絡くだされば、迎えにはすぐ行きますってことは伝えてありますけども。刑事事件なんですけど、多分なんですけど、詐欺の場合、相手が被害届を下げたら、なくなるのかな？あ、多分合ってるよね、俺が言ってんの。あ、料金払ったりとか、賠償金払ったら、多分相手が被害届下げたら、今回裁判なしだよね。合ってるよね。合ってる？みんな。ちょっとコメントで聞いてみますね、今。多分合ってるよね、これ。コメントですが、部屋に降りてきた。弁護士さんに聞くのが一番いいですよ。僕に、この件に聞くのは。弁護士さん、国選の弁護士さん、絶対答えてくれるんで。あ、そうですか。いや、詳しいこと聞いたら、あまり教えてくれないんですよね。はっきりしたことがあまりいや、こう、いや、あれなんですそけれどはも。ないです。弁護士の仕事なんで、はっきりしたことを教えてくれないっていうことはないですよ。それ弁護士さんの仕事してない状態なんで。で、弁護士あ、さんそうですは、か。弁護士さんの仕事は、教えることなんで、そういうことを。あ、そうですか。はい。もしあれですか、支払いして、まあ、相手側の方は取り下げるってことになれば、また手続き上は早く帰ってこれるってことですかね。多分。だから警察官から言われませんでした、それ。もし払わないと旦那さん逮捕されちゃいますよとか、払えますかって、要は、いや、そんなことは言われました。私が一言われまし応、たよ何ね。日っていうか、今月13日に払いますってことは伝えてありますし、いや、そそうじれゃなとくはちょって、と私そう、どもがね、工面してもできなかったので、いや、そうそじゃれなく、は伝えてあります。そうじゃなくて、逮捕された段階で奥さん払えませんかって聞かれて、で、払えなかったら逮捕されますよって言われませんでした？あ、それは最初の時点で言われました、電話の時に。ですよね。だから、払ったら、被害届下げるよっていう意思があったってことなんですよ、向こうは。あ、ごめんなさい。あ、タクシー会社の方がですね。はい。だから簡単に言うと、お金払ってないから逮捕されてるんです。あ、ごめんなさい、あ、そう米ですびゅうか。じ切っゃあ、ておもらっ金てもをいいです払か？えばいいってことですよね。そうです。だから他の支払いにお金を回してるんだったら、そっち側払った方がいいと思いますよ。
あ、ごめんなさい。米ビュー切ってもらってもいいですか？もしもし、放送見るのやめてもらって、そっち切ってもらってもいいですか？通話中なんで。すいません、私じゃなく多分息子の方の携帯だと思いああ、ます。はい、はい。あ、私見てないです。あ、いや、はい。いや、音が回っちゃうんで はい、大丈夫ですけど。はい。うん、お金払うといいと思いますよ。もし旦那さんが早く帰ってくるのを望むのであれば。あ、そうですか。はい、わかりましはた。い、はい。あ、はい。まあ、旦那さんもなんか病気抱えてるみたいだし、はい。それも心配でもあるんですよね。ほう、で、どういったご病気ですか？いや、ちょっとわかんないんです。前の北海道の方で、はい、病気の診察券が結構あるので、はい、薬もあるので、はい。奥様、わからないのに結婚したらダメですよ。わからないって言われても、僕らからすると、奥様が分かってないで悩んでることが多すぎるんですよ。や。あ、ごめんなさい。ちょっと息子さん、放送の音が回っちゃうんで、ちょっと遠くに行ってもらっていいですか？携帯電話。息子さんが携帯電話で放送見てますよね。ちょっと遠くにやってもらっていいですか？奥様？遠くに遠くに行くか、放送の音切ってください。すいません、申し訳なかったです。は息い。子も気になって、はい。はい、遠くで見れるんで、放送は。はい。はい、すいません。はい。奥様がわからないってことは僕らもわからないんで。アトピーの、病気と、はあい。と、アトピーの病気持ってるのもあるし、あと大きい手術してるのが何箇所かあるので、それは聞いてましたけども。多分精神科もかかってるのかなというのもありますね。精神的な、はい、あれもほうほう。ありますか病ら。院内で薬もらえる、あの、け、警察署内で病院、あの、病院にも行けますし、薬もらえるんで大丈夫ですよ。あ、はい。はい。あ、はい、わかりました。はい。大丈夫ですか？私は大丈夫ですけど、まあ、私の方の病気も結構まだ一つ増えたので、ちょっと不安定ですね。なんとか、まあ、食事は取れてることは取れてますけども、ちょっとあまり、はい、日常生活は期待してますね、はい。支障が出てる、支障をきたしてるってことですね。そうですね。まあで旦も、那さん捕まってからずっとそうですね。ちょっと夜寝れないし、日常できてたことが、はい、できないっていうのがあるし、まあ悩んほでとも、んど今、うちの母にお願いしてやってもらってますけど。悩んでもしょうがないですよ。悩んでもしょうがないんで。はい、はい。わかりますけど、はい。やっぱ自分のこととか家族のことって言われてるから、私何か悪いことしたかなと思って自分を責めてみたりとかって結構、はい、悩んでたんで。どういうことですか？ちょっと差し支えなかったら、失礼だったらごめんなさいね。奥様もしかして精神病を患ってませんか？統合失調症かなんか。
私一応精神科かかってます。ですよね。統合失調症か何か持たれてないですか、奥様。統合失調症ではないです。差し支えなかったら病名を教えていただいてもいいですか。いや、それはないですね。なるほど。一応今はっきり出てるのは、一応過呼吸もありますし、パニック障害もありますし、精神的なあれもありますんで、はい。全部含めてありますね。なるほど。あとちょっと、はい。知的障害っていう、なんていうのが、その症状に合ったなんか病気もなんか少し出てますね。だから今仕事ができないんですよ。で、できない分、だからそういう、なんと、障害年金っていうのがあるので、それもらって今生活してます。なるほど、わかりました。奥様の、状態は、なんとなく察しました。わかりました。どうしよう。わかってきた。どうしようかな。なるほど。何が一番悩んでますか？今一番の悩み旦は。那さんのことですかね。私のことで何が言われてっていうか、何が悩んでるのかはっきり聞きたいし。なるほど。旦那さんが帰ってきたら2人でゆっくり話してみるといいですね、それは。まあ、2人で話するのはいいんですけど、うちの母が一番気にしてるので、できれば家族揃ってちょっと、はい、話して解決できるんであれば解決したいですね。そうですね。旦那さんのことは好きなんですよね、今でも。はい、いろいろやってもらってるし、できないこともほとんどやってもらってるので、申し訳ないと思ってます。不満も何もないんですけども。じゃあね、旦那はい。さんにアルコールやめてほしいって伝えればいいですよ。お酒は飲まないでって。私はあなたのこと好きだからって。あなたとずっと一緒にいたいからって。お酒飲むのやめてってお願いするのがいいと思いますよ。まあ、それ言ったところでまた手あげられるのかどうかっていうか、それが不安なんですよね。手挙げで、られ、実言うと今、上の息子がいろいろ、はい、私の体のことも分かってるし、またお母さんが怪我されるんじゃないかっていうのがあるっていうか、それがあるので、はい。お酒を飲んだ時にお酒飲まないでって言うから殴られるんですよ。お酒を飲んでない時に話すんです。あ、いいですけど、旦那さん、喋らないんですよ、だから、それが。僕、じゃあ僕代わりに言ってあげますよ、今度電話で。旦那さんに。奥さん悩んでるからって。僕帰ってきたら旦那さんと話してあげますから。どう？ああ、いいですけど、私結構、はい、ふわっちの配信、私もしてたんですけど、私もしばらく休んでたんですよね。で、配信すると下で、また何か言われるので、それ言われるでしょう。それ言われますはい。よ。何か言われるのが配信だから。誰も、他人は助けてくれないよ。リスナーさんが、何か言われるっていうか、何か言うのがリスナーさんの役割だから。親身になってくれる人もいるけど、あなたが間違ってると思ったら、あなたのことを叩く人もいるんですよ。だから今配信やめた方がいいと思う。あ、はい、わかりました。
ただ旦那さん戻ってきて、相談はしてみますけど。相談じゃなくてね、もうお酒やめてほしいってズバッて言いな、お酒飲んでない時に。で、旦那さんがお酒飲み続ける限り、こういうトラブルが続くっていうのは覚えておいた方がいいよ。今回だけじゃなくて、ずーっと続くよ。一生続くよ。旦那さんがお酒飲み続ける限り。今話聞いてる限りだったら。わかりました。だからもしお酒やめてくんないかったら、それを覚悟はしないとダメね。で、旦那さん今無職なんでしょ？仕事は探している途中ですとかね。だから、奥さんが支えることになっちゃうんだよ、生活費とかを。結婚っていうのはそういう覚悟を持ってしないといけないのさ、お互いに。それはわかります。だからその覚悟の上でね、旦那さんとお付き合いしていってください。で、もし俺の方から旦那さんに言ってほしいっていう依頼があるんだったら、俺は別に電話で言うから、旦那さんに奥さんこうやって悩んでてお酒やめた方がいいんじゃないですかって言うから、俺にできるのはそれくらい。OK。 すいません、いろいろと本当申し訳ありませんでしいいよた。いいよ、全然全然いいよ。ただ悩まなくていいから、旦那さんはしばらく帰ってこないからさ。それはもう別に死にはしないから、旦那さんは。人間そんな簡単に死にはしないから。いろいろすいません、リスナーさんにまで申し訳ないです。すいませんでした。全然全然。ありがとうございます。また悩んだら電話かけてください、別件で。すいません、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。なるほど。皆さんもお疲れ様です。こんにちは。大変だな。お疲れ。みんなありがとうね。かしわ餅たくさんありがとう。だいたい状況がつかめたけど。ワドモンタだったね。壮絶っていうかね、多分なんだけど、俺状況が分かって、奥さんが軽い知的障害を持ってるのよ、軽い。だから、警察官とか弁護士さんが何回も説明してるんだけど、多分に読解能力がないんだと思う。だから難しいよ。バカありがとう。アイテムありがとう。だから弁護士さんとか普通説明するんだよ、警察官も。多分状況が理解できてなかったんだと思うよ。相談とつまちっていうか、俺は家での、配信やってる時は、なんか俺の意見に物申したい、話聞いてもらいたい相談、会社経営についての相談とか何でも受け付けてる。まあ俺に文句があるとか何でも OK。俺は家で雑談やってる時は誰、売名でも何でもとつは断らないよ。悩んでも意味ないよ。悩みから問題は解決しないから。悩みは悩みを生むだけ。軽度の多分知的障害を患ってらっしゃるんじゃないかなって思った、俺は。話を聞いてる限りっていうか、会話をしてる感覚でね。でもそれは本人が悪いわけではないじゃん。生まれ持って仕方ないことだから。はい、おかえり、ペコポコランド、いらっしゃい。
大変だよな。多分状況が理解できないんだと思うね、うん、まあでもね、それでも和道に聞いてもらいたいっていうからできることはしたいよね。多分主乱なんだと思う、話を聞いてる限りだと。いや前にもあったんだって、 お酒を飲んじゃうとわけが分かんなくなっちゃうタイプの。警察に行ったっていうのがよく分かんないよね。何なんだろうね。俺は見えてるよ、俺は見えてる、みんなには見えてない。コメント欄表示されてないでしょ。パニック状態か合併してる状態だね。いや違う、酒飲んでどっか行こうとしてタクシーの運転手が気がついて警察署に連れてったっていうのが流れだと思う。はいはい、いいよいいよ、また相談なんかあったら相談乗るよ、いつでもかけておいで。ただ配信外でこれをやられるのはダメよ。俺寝る時間とか40分とか一人一人潰れてたらなんで断ってるのかって俺聞いてあげたいの。昔は聞いてたの、2時間とか3時間とか聞いてたの配信外で。だけどもう今ある程度もう数千人数万人いるわけですよ、リスナーが。無理、バンバンかかってくるから。だからお願いしてるの、放送中だけにしてって。そんなね、俺の身が持たんよ。でもこの動画を見て同じ悩みの人が救われるから、だからあの公開でやってってお願いしてんの。これプライベートでバンバンこんなんかかってきたら無理よ。これのりこが一番知ってるよ、ピコン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 。さっきの人がっていうか、まあまあ人の恋愛に首突っ込むつもりないから、プライベートはきついよ。昔はやってたけどもうキャパオーバーだし無理無理。放送中だったらいいよ。あー、ありがとうありがとう。いや分かんない、旦那さんは話したことないから、ありがとうね教えてくれて。まあいろんな悩みがあるんだ世の中には。いやだからさっき言ったでしょ、だからお酒飲んじゃうとそういう行動する人っていっぱいいるのよ。でも2回目3回目って言ってたから、もうだから癖なのよ多分、癖なの。お酒。あー、アイテムありがとう、アイテムありがとうございます。こればっかりはしょうがない、もうどうしようもないから。かわいそうとは違うんじゃないの、男と女は自己責任なんだよ。よくだから DV の相談とか昔あったんだけど、あの DV する人好きになってるって、 DV するの知ってたよねって言ったら女の人は必ず言うの、知ってたって。でそういう男が好きなんでしょって、そうなのって。じゃああなたがそういう男を選んでるんじゃないのって。あの女の人だったら恋愛相談を受けてる時 DV される女の人って DV する男が好きなんだよね。普段優しくてあのお酒飲んだり、あの DV するやつって優しいんだよ普段。だからそれはもうあなたが変わるしかないよって。
次の男 DV、 次の男 DV なの。そういう男が好きな女の人っているんだよ。それはね、女性側の問題だと思ってるから俺は。 DV するの悪いって言いながら、そういう女の人ほど言うの、 DV 最低。じゃあなんで DV する男と付き合うんだって話でしょ。もう変えるしかない自分を。 DV する部分に惹かれるんじゃなくて、 DV する人って優しいんだよ普段。アメとムチなのね、うん。だから それは違うよって、本人が DV するのはそういう人間だっていうのを知ってて付き合ってるの。私にはしないって思ってるの。私には DV しないって、なぜか DV が好きな人、 DV される女の人はそう思っちゃうの。そんなわけない。うん、奥さん状況さっぱり分かってなかったのしょうがない。あの多分なんだけど、軽度の知的障害持ってらっしゃる。俺の憶測だけどね、会話をした感覚だと。でもそれはそのバカにしていいことではないし、うん、多分だけどね、憶測だけど、あのそこはもう生まれ持ってしょうがないから、うん、そこを否定するつもりはない、一切。うんと違うんだよね、あのもう癖になってるの。 DV してるっていう自覚がないんだよ、そういう男は。女ひっぱたくのが好きなの。女ひっぱたくのが大好きな男っているんだよ世の中には。だからね、 DV するやつってね、殴った後ね、あのなんで俺はこんなことをしてしまったんだみたいなこと言うの、この手がとか言うのよ。そう、要はメロドラマみたいなことやるのよ、 DV 男。 DV 殴られた女ことある人は知ってるはずなの、和道正解って絶対やるの。そこにもうそういうのにメロメロになってんの。女の子パチンってやった時に泣くの、男は。この手が悪いとか言って、うん、いや本当だよ。そうそう、一種の性癖なのあれって。で二人でもその変性意識状態になってるのよ。だからもう癖になってんの、殴られる方も殴る方も。いやだからいろんな人から相談受けてるの、昔から受けてるから、うん、正解でしょ。だってあやなんか、あやの写真見せていい？ダメ？俺あやが一番最初にリスナーのね、もう古いのよあや。あやなんか顔面ボッコボコの顔写真送ってきて未だに持ってるよ俺。晒しいいなら晒すけど見せていい？ダメ？あや、あやが顔面ボコられてる写真俺今でも持ってるよ。あやなんか相談してきたもんね。あれあかん？いやえぐいよ。こんな美人なのにさ、もうボッ、こんなになっててボッコボコなの、うん、だから正解でしょ。いや女の人じゃ無理よ、うん、あ違う違う違う、 A っていう子、今 A っていうのは昔あやってことはんなったの。だからもう古いのね、この子は。あの、和道リスナーで。だから今みたいに相談してたの、ずっと。スト2のコンティニュー状態だよ。あれはあかんっていう。そう。だからちょっとやんちゃで、スリリングな男が好きなんだよ。魅力的になるっていうかね、性的興奮を覚えるのよ。そういう女性っているの。だからね、一種の病気なんだよ DV するっていうのは。でそのやっぱ病気を治そうっていうのは難しいのよ。だから愛情表現が歪んでるんだよ多分ね。 DV するやつ虐待経験されてる人多いと思うよ。親からそういう愛情表現を受けてるから、女性をそういう風にしか扱えないんだよ。本性とか仮面じゃなくて両方とも本人なの。殴ってる方も優しい方も。だから DV するやつなんか超ド M の女が付き合えばいいと思ってるもん俺。ベストカップルでしょ。
しばかれればしばかれるほど快感を覚える女がいるんだから世の中に。鼻折られたことあるの。えぐ。酒飲んでも喧嘩しないのが普通なんだけどね。初見さんいらっしゃい。虐待は負の連鎖になるから止めないとダメだね。俺もすごい気をつけてるね。はい、こんにちは。矢野ラッキーワードズ。あとね、俺はね、酒飲むとね、その人がね、薬やってたかどうかすぐわかる。これもね、癖なんだよね。マリファナとかシャブとか LSD とか全部わかる。酒飲むと。多分なんだけど、俺はやったことないんだけど、フラッシュバックするんだろうね、酒飲むと。瞳孔開くんだよ。酒飲んでね、瞳孔開いて、ちょっとおかしいなって思ったら、元薬やってたか、薬の経験、今でもやってるかっていうのは疑った方がいい。変な酔い方するんだよね。そうそうそう、酒がトリガーになる。初対面の人でもわかるよ。わかる。だから俺洞察力めちゃめちゃあるから、なんかシャブやってたでしょって言ったら、なんでわかったのって言われるもん。麻薬やってたとか、あとマリファナ好きでしょって言うとすぐわかる。何、和道もやってんのって言われるもん。俺はやってないっつって、なんでわかるのっつって。いや、今でもやってるやつじゃなくても、過去にやってる人とか、シャブ中の人とか瞳孔開くよ。今でもやってる人じゃない、昔やってた人ね、フラッシュバックすんだよ。今度見てみな、お酒飲むと瞳孔開くから。性格がガラッと変わる人多い。褒めつきバッツさんいらっしゃい。ドレさんはお酒飲ん、いや、ドレさんは多分ドラッグの経験ないね。俺はね、疑ってるのはステロイドだね。俺はドレさんはドラッグの経験絶対ないと思うんだけど、ステロイドは多分ある。本人に言ってないからなんか嫌な感じなんだけど、俺別に本人に言えるよ。多分あの筋肉はステロイド打ってるよね。プスッて、うん、俺やってないよ、うん、ステロイドって筋肉の増強剤ね。ステロイドの経験は絶対あると思うんだよ、うん、でもステロイドやってる人ってやっぱ人に言わないらしいよね。やっぱその筋肉は自分で鍛えたんだっていうのがいらんし。元配信者でドラッグやってたやつどうなんだろうな、うん、坂口健二、あー、はいはいはい、金梅さんは逮捕されてるからね。金梅さん酒飲んだらなんかあんな典型的なフラッシュバックでしょ、あんな。あんなの典型的でしょ。そうだよ、金梅さんがいるじゃん。金梅さん酒飲んだらおかしくなるじゃん。まあ過去は過去だからね、今はやってないでしょ、金梅さんは。だから金梅さんはある意味乗り越えたんでしょ、シャブを。シャブよりシャブより快楽度の強い配信に出会ってしまったんだよ。シャブの中毒性を配信が上回るってすごくない？そっちの方が怖えよ俺。シャブより怖い薬がある、それは配信だよ。
俺あとさ、何回も何回も説明してるんだけど、ごめんね、これアスペだから、これは全く話変わるんだけど、俺ね、リスナーに何回も言ってるんだけど、アットマークの使い方間違えてるやつ多すぎるから、アットマークの意味分かってる？みんな。アットマークの使い方に関してね、俺本当に言いたいの。アットマークの本来の意味知ってる？みんな。なんかね、アットマークの使い方でね、何回もイライラするんだよね。アットマークの使い方、ちょっとちゃんとして、みんな。これは言いたい。アットよろしくねは使い方全然違うよ。アットマークのね、コテハンにアットマーク入れてる人いるでしょ？あのね、使い方間違えてる人すごい多いんだよ。アットマークってどういう使い方するか知らないでしょ、みんな。アットマークって本来住所なんだよ。どこの場所にいるよとか、どこに所属してるよって意味なの、あれ。だから、アットマーク新宿って書いてあったら、新宿に今いるとか、新宿に在住してるとか、そういう意味なの。だから、例えば、ケンタンメンアットマーク和道だったら、和道リスナーって意味があるんだけど、たまに、和道アットマークケンタンメンって書いてる人がいるの。それって、俺がケンタンメンに所属してるよっていう意味なのよ。もう逆で全然意味違うの。メイドアットホームカフェって何？それはホームカフェにいるメイドですって意味なの。メイドがホームカフェにいますよとか、ホームカフェっていうのに所属してるメイドですよって意味なの。そう。アットの意味が分かれば分かるはずなのに、もうひどいのなんか、例えば、イカズチアットチトって書く人とかいるのよ。もうこれなんかもうわけわかんないじゃん。もうバカすぎるとか思って。たまにいるんだよ。コテハンにコテハンにアットマークで挟むバカがいるの。だから、あれだよ、メールアドレスはそのまんまじゃん。アットマークヤフー .co.jp って、ヤフーコーポレーションジャパンって意味の。つまり、ヤフーっていう会社の中に所属してる誰々ですよっていうメールアドレスになるじゃん。始末、和道をアットマークヤフーだったら意味がわかるでしょ。そう。アットマークの語尾。いや、結構いるよ。アットマークの使い方間違えてる人。だから語尾には会社名を入れたり、土地の名前を入れたりとか、好きなものを入れるんだったらわかるの。でも、アットマークの前に入れて、自分の名前をアットマークに入れる人がいるから。こういうのすごい気になるんだよね。アスペだから。なんかもう、なぜその、アットマーク使ったんだっていうのを、とことん突き詰めたい。ヒカルくんがアットマーク使ってるわ。いたわ。使い方間違えてるやついたわ。いた、ここに。ヒカルアット3倍目、いたわ、ここに。ここにいたわ。ここにいたんだけど。これだよ、俺が言ってんの。これだよ。お前だ、お前。3倍目、ヒカルでいいんだよ。ヒカルくんが、ヒカル、3倍目がヒカルに所属してるってなんだよ、これ。これを言ってんだよ、俺。ちょうどいい例があったわ。これ、意味がわかんないの、俺からすると。なんでこんなことになるのって。これだよ、俺が言ってんの。いたでしょ？結構いるから探してごらん。アットマークで検索してごらん。この人は使い方合ってるね。この人は使い方合ってる。この人。ヒロシさんっていう人。真夜中のなんとかに所属してるヒロシ。これは使い方合ってる。アットマークの。3倍目ヒカルはボロボロに間違ってる。そう、かっこ、そう、アットマークをかっこよく使おうっていう、その発想がかっこ悪いのよ。そう。俺はそれが嫌なの。そう。アットマーク使うのがおしゃれ。アットマーク使ってるとネット民っていうのが、もう、その発想がダサい。オタクはそういうの嫌うんだよ。本当のネット民は。
それはファッションだから、それ。他にいないかな、アットマーク。いた、赤信号は合ってるかな。うん、赤信号はちょっと微妙な使い方だけど、鈴宮春日に所属してる赤信号。ちょっとこれ多分分かってないで使ってるな、これこれ微妙なところだね。うん、微妙なライン。ここ間違ってるとも言わないけど、本人が意図してる部分ではない可能性がある。これ鈴宮春日のグループ内にいる赤信号って意味だから、まあ、うん、微妙なラインだな。For you 20って何？太郎さんいらっしゃい。 For you ってなんだろう。 For you 20ってなんだろう。だからさ、昔のネット民とか知ってる言葉で今なくなった言葉とかいっぱいあるんだよ。あ、それはまあ言葉遊びじゃん。あなたへ for you とか言葉遊びだからいいんじゃないの。それはただもじってるだけじゃん。そういうのは気になんないの、別に。for you とか。アットマークは本来の意味とは別の使い方をされてるから。for you は別に気になんない。意味がわかるから。ただ、そういう言葉を使う人とはお付き合いはしたくないね。ワドツとかね。ワドツとか使ってる人とはあんまり仲良くなりたくない、うん、そういう頭の悪い人たちとは付き合いたくない。なんだろうな、 Web2.0 とか懐かしくない、うん、Web2.0 知ってる？ Web2.0 って Web2.0 の概念が当たり前になっちゃったからなくなった言葉だよね。はい、カーマさんはどつ。でも日本人ってね、何かを省略して喋るっていうのは文化らしいよ。日本人独特なんだって。略語が好きなん。ワドツアットマークワドなんて全く意味が分かんないからね。そう。そういうこと、そういうこと。そういう小手半にイラッとすんの。ワドアット、ワドツアットマークワドなんか何も意味をなしてないからね。バカすぎるだろ。だからさ、あのリツイートするとさ、 YouTube のツイッターリツイートするとアット YouTube とかアットフワッチとかつくの、つくでしょ。シェアするボタンを押してごらん。多分ね、ツイッターにアットフワッチとか出るはずなの。あれは意味わかるでしょ。この文章はフワッチから、フワッチに所属してる人がこう文面を送ってますよって意味だから。
それは顔文字ね、何さん。それは顔文字。LOL。LOL 笑いって意味だっけ？EGT って何？エレキギターって言えばいいじゃん。腹立つわ。腹立つわ。これファミマのクッキー。何 EGT って。ギターやってるやつも言わないでしょ。何買ったん、エレキ。なんだよ、干されるって。何干されるって。FC って何？もうめんどくせえんだけど、もう日本語は正しく使おうよ。日本人に生まれてさ、なんかこんだけ感性豊かな言葉を持ってさ、ヤマハ？ヤマハのギター買ったんだ。ヤマハってエレキ出してんだね。ファミマのクッキーのこと FC っていうの。こんにちは、猫じゃらし、ありがとう。アマゾンの評価あんま当てになんないよ。レビューは当てになんない。うん、ヤマハも SG 出してんだ。うん、俺はメイドインチャイニーズのエピフォンのレスポールだよ。ストラトじゃないでしょ、レスポールでしょ。どっからどう見てもレスポールでしょ、俺のは。てかストラトタイプなんか買うのはストラト買った方がいいんじゃないの。あー、はいはいはい。まあ弾きやすいよね。お金下ろさないよ。中古だったらギリギリ買えるかもしれないけど、新品では無理だね。
牛すじやだか、うん、今日何やろうかな。12万にセットもの、うん、でっかい音出すと気持ちいいよ。スタジオで爆音ギターは超気持ちいいよ。生音には勝てないよ、やっぱ。窓ガラスがバリバリ言うぐらいの爆音で弾いてごらん。一発で警察来るから。いいの？窓ガラスがジャーンって割れるぐらいの爆音で行こうぜ。10W か、T シャツのデザインすっか今日は。 T シャツのデザイン作んねえと、そろそろ。どんなデザインにしようかな。のんちゃん絵の具ない？絵の具、アクリル絵の具俺の部屋になかった？どっか行った？どうしようかな。どういうデザインにしよう。ごめん、あの上尺さんが何言ってるのか全然わかんねえわ、うん、ちなみにセットの方にギターはレジェンドって何？ T シャツどんなデザインにしようかな。背中にでっかくワードって入れる？背中にでっかくワードって入れる？どうしようかな。
おい、クマさん、風船ありがとう。後ろに入れるね。リスナーさんは背中にせよ。背中にそのでっかくワードって入れて、でそこにバーって文字入れてこうかな。いや、背中入れるよ。入れる入れる。もうそれはいっぱいもらったから、名前は もうこんだけあるよ。長谷友 T シャツって呼ばれてるから もう名前いっぱいありますよ。こんだけあったらかっこいいよね。スペシャルサンクス。ブワーって入ってるから。デザインを考えようと思って。はい、ワード2。風船ありがとう。セットの方のがよくわかんないんだよ。セットっていう単語をギターで聞いたことがない。背中は名前は彫るんだけど、デザインどこに何入れるか、どうしようかな。あと表面のデザインだね。数いらっしゃい。どういうデザインしようかな。もう俺らしくていいんだよね。どうせみんな部屋着にするんでしょ。普段着ないでしょ。俺は普段着るから。ここに和道って入れてもいいんだけどね。俺の顔入れるかどうか迷ってんだよな。どうしようかな。リスナーさんの似顔絵なんで入れんだよ 意味が分かんねえだろ、もはや。なんて入れようかな。いや、入れない入れない。どんな感じのデザインにしようかな。一色だね。黒、黒に白、黒に白文字。はい、こんにちは。開放いらっしゃい。天気いいから外配信もしてえな。
どっかプラプラ歩くのんちゃん、お散歩。ダイエットに。字体はいいよ。あの感覚で選ぶから。イラストレーターで文字を起こすときにやるね。さんとのんちゃんはスタッフ枠で入れるよ。鮫島さんとセコンド鮫島ってでっかく入れるよ。ティッシュ取って。ティッシュなくなった。あれ、あ、いや、新しいの。鮫島さんとあと一人誰にしようかね。セコンドどうしよう。まだ決めてないね。どうすっか。ロハコさんと鮫島さんと和道ってただの誤射部事件だからね。ただの誤射部だかんね。うん、それはちょっと面白いね。あと格闘技いつやろうかな。格闘技、格闘技のイベント、あれもう一回やろうと思ってんだけど、もう一回やるか。ドレさんはやらないでしょ。うなのアンチ活躍してるな。これうなちゃんマンのアンチのツイッターがすげえ面白いんだけどさ。これうなが多分ツイートしてんだけど、フレームインジャパンって書いてあるのね。これうなが買ったやつなんだけど、で本物はフレームメイドインジャパンです。ぐ特定してる。免状太郎さんは次はね、MC に お願いしてる。 MC ですね。すげえよな、パチモンなのがさらされるって。なんかかわいそうだよね。
ドレさん、鮫島さんでリング上がったらめちゃめちゃかっこよかったんだけどな。あと、的確のアドバイスできるから、やっぱセコンド帰ってきた時に作戦立てられる人がいいんだよね。参ったね。戦ってる時さ、必死だからさ、周りが見えなくなるからさ、結構そのボディ叩けとか、どこ効いてるとかさ、どのパンチがいいぞとか言ってくれる人結構助かるんだよね。土下座なんかしないよ。そういう関係めんどくさい。要はね、俺ね、二言返事で動いてくれない人嫌いなんだよ、基本的に。なめんどくせえやつっているじゃん、世の中に。二言で動くやつがかっこいいと思ってて、やってっつって行くわとか、やるっつってやるわっていう、そういうなんかシンプルな関係がすごい好きだから、なんか、ごねるやつ嫌いなの。なんか男らしくないじゃん。やるやらないがはっきりしてないと。そういうのが好きなんだよね。石野はね、企画は絶対来ない。嫌いだから。石野はその配信者のつるみみたいなのがダサいって言ってた。アメリカ人はセコンド頼まないかな。めんどくさいね、やだよね。男らしくシンプルな関係がかっこいいよね。池上さんどうなんだろう。でもあんまりつるみねえかんな。やっぱ仲のいい人に頼みたいかな。池上さんそんな通過じゃないから、俺。だから明らかになんか売名目的みたいなのも嫌だし。シンプルにやりたいんだよね。
プラプラ街でも歩きたいな。ジムのトレーナーさんとか絶対やだ、ね、のんちゃん、あの企画さ、やりたいんだけど、お願いできない？何の企画？あれ、モバイルハウス。モバイルハウスって何？いや、何回も説明してんじゃん。モバイルハウス。これ。これ無理だよ。これ無理よ。置き場所ない？置き場所はあるけどさ。うん。物置も撤去しちゃったんだよ。そっか、これやりたいんだよな。ダメか。レモンちゃんだってやりたいよ。で、一緒に作ろうよ。これだからダメって言われちゃうの。なんでよ。あー、わかる。電話とメール未だに使うの下手な人いるよね。電話で済むことだろうとかメールで済むことだろうっていうのをさ、逆でやってくる人っているよね。俺はなんかそのどちらかっていうと他人に時間取られたくない方なの。絶対に取られたくない方なの。時間を何よりも大事にしてるから。だからすっげえくだらないこととかで電話かけてくる人とかすげえ嫌だ。もうどうでもいい話とかなんかダラダラするの大っ嫌いなの。要件だけ伝えてほしいので、もしダラダラしたいんだったらその会いに来いよって思うタイプ。本当に忙しいからすげえやだね。すげえわかる。基本的に時間奪われるのが一番やだ。坂口恭平さんも作ってるね、モバイルハウスね。人に時間を奪われるのが一番嫌だ。時間だけは返ってこないからね。大輝さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。ポンって何の音？初見さんいらっしゃい。タンタン丸さんいらっしゃい。え、タンタン丸？初見じゃない、初見っていうかタンタン丸だ。タンタン丸いらっしゃい。え、っていうか俺普通にタンタン丸のファンなんだけど。
ねえ、ニコ生以来だよね。ありがとう、来てくれてありがとうございます。ファンです、はい、僕はあなたのファンです、はい、タンタン丸いらっしゃい、うん、初見じゃないでしょ。初見だったっけな。いや普通にごめんなさい、びっくりしました。僕はあなたのファンなんです、はい、タンタン丸大好きだもん。やってんのまだニコ生、びっくりしたわ。久々見たな、タンタン丸。ニコ生はコミュ爆破して今はキャスメイン。あ、そうなんだ、へえ。あのチッパイの下り好きだったんだよ、すごい。こんくらいだよっつってよく見てたわ。あ、そうだそうだ失敗じゃねえよ、こんくらいあっから。あのくだりずっと見てた。やべえ、暑い最近ね。うん、てか俺結構ヘビーで見てたわ、タンタン丸。うん、俺コメントは書いてないかもしんないけど、めちゃめちゃファンだわ俺。来てくれてありがとうございます。すっごいダラダラした配信で申し訳ないけど、いや俺びっくりしたもん、タンタン丸と思ったよ、うん。ありがとうございます。じゃあしょうがないじゃん、ファンなんだからしょうがないじゃん。伏線やめて。いや俺も分かってるから、後ろから殺気が飛んでるの分かってるから。のんちゃん怒ってないよね。え、いや違うね、タンタン丸は違う、俺ファンだから。あれだよ、ティロフィナーレ香川さんが好きな音一緒だから、これしょうがない、うん、アイテム今日上がんないね、ダメだねやばいよ今日は。まあしょうがないよね、こんな日もあるさ、うん、はいこんにちは。亀尾さんいらっしゃい。何やろっかな。ありがとう解放、風船ありがとう。
あ、荒野行動ね、すごい流行ってるし、面白いらしいんだけど、荒野行動、いや、あれはハマりそうで怖いかな。絶対あれ、廃人になるもん、荒野行動。あれは面白いだろうね、スマホでやったらね。俺はやめとくよ、荒野行動。あんなハマるに決まってんじゃん。ゲーム配信やりたいよな、でも。レトロゲーム配信。あ、ハマらなかった。俺絶対ハマる可能性高いからやめとくよ、あれ。あ、そうなんだ。へえ。ごめんなさい、猫八さん。NG ワードです。ごめんなさい。両手操作は絶対なんだ。バカありがとう。ウェブカメラ揃えないと、こんなんしか投げられない。あ、いいよいいよ、全然。ありがとう。まあ、機材揃えないとな、開放もな。開放はでも機材の前に、まあ機材だな、まず。何やろっかな。買い物配信でもやる？ショッピング配信。デレステが分かんないな。メガネの度揃えたいんだよな。のんちゃん外配信行かない？一緒に。なんで？散歩しようよ、デート。デートしようよ、のんちゃん。なんで？行こうよ。のりこと和道のミラクル外配信行こう。何？のりこと和道のミラクル大冒険配信やろ。なんで？伊勢アカだよ。行こうよ、のんちゃん。なんでよ、行こう。行こう、デート。なんで行きたくないの？行こうよ。着替えてよ。のんちゃん。じゃあじゃあ、俺さ、メガネ屋さんとか入るときにカメラとか荷物見ててもらいたいのよ。だし、のんちゃんも運動しないとダメでしょ？歩かないと。行こうよ。外配信。一人だってさ、どうせ通報入って、あれだから、ダメだから。行こう、一緒に。違う違う、だから外、店の外で荷物を持っててもらいたいの。行こうよ。家の中にいても何にもないんだから。ねえ。行こうよ。のんちゃどこのメガネや。ん、新宿の駅前のお散歩だよ、お散歩。行こうよ。行かない？行こうよ。なんで行かないの？行かれるっしょ、全然。行こうよ。
やめたい、行くの。嫌だよね。そうだね、いずれっていうか今日度数揃えたいんだよね。メガネ屋さんに行ってレンズ交換、それはしたいね。で色メガネに変えたいんだよね。色入れたい。もうこのメガネ飽きたわ。昔のこっちのメガネに戻したい。昔は色入れてたんだけど、髪の毛も切りたいしな。髪が何色？あ、いや、なんかあのなんだっけ、紺色みたいなやつ、サングラスみたいな色。
今日って美容室空いてるかな。今日は休みが多いのか。ワード2いらっしゃい。美容室休みか。赤は入れるよ。赤は入れる。てか金髪のまま放置してるもんな。あー、マニパニってよく言うよね。髪も傷まないんだ。マニパニはいいって聞くよな、確かに。マニックパニック、おすすめなんだ。これどこに売ってんだろう、マニパニって。マニックパニックってどこで売ってんだ。
オンライン。ねえ、ヴァンパイアいいね。俺も今サイト見てるんだけど、ヴァンパイアレッドとかいいね。ヴァンパイアレッドっていうのがかっこいいね。ドンキに売ってるんだ。歌舞伎町のドンキだったら売ってそうだよね。打ち上げさせますので新しいなこいつ今日中に打ち上げさせますのでなつさまだつ新しいな本当に なんで使命感持ってるんだよ面白いな やってみてじゃん頼んだわ田中田中期待してるわ頼むよ頼むよ田中田中にかかってるから花火上がるかどうかは頼むよ田中あいや頼むわ頼んだわ田中いやちょっと面白かった花火打ち上げさせる新しいタイプの新しいタイプのやつ出てきたね、うん、くそ面白いなあ任せるわもう、うん、もう田中にかかってるわ田中の腕を期待するわ頼んだよ何だよその発想暇だなぁ。まず暇だなぁ。退屈が一番の敵だよ。2000円ぐらい？なんか3000円とか書いてあったけどね。2000円ぐらいで買えんの？
ああ、最安ね。あえて放置しよう、あえて泳がそう。どんなことになるんだろう。俺はあえて泳がすよ。うん。面白いな。暇だな。キツネ枠に変えようかな。よっしゃ、暇だからキツネ枠にするわ。お疲れい。ありがとう、お疲れ。トリオツです。